こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は北一条宮の沢通りをすべて歩いて観察した時の様子です。1960年代から航空写真などと見比べて実際に今日までとの違いを見ていきましょう。北一条宮の沢通りはどこかという方に向けて地図を用意いたしました。起点が北一条西4丁目から西宮の沢5条1丁目まででございます。1日では撮りきれなかったので3日間に分けて撮影いたしました。この画面の正面に札幌駅です。北側でございます。手前側が南側、左側が西です。北一条宮の沢通り、記念碑がありますね。北海道神宮と書いてあります。そしてここの起点、実はですね、国道12号線と36号線もここから始まります。12号線右側、こっち東側なんですけれども、最初は、現在の三笠から旭川までの87キロを囚人の方々が90日間で作った。そこから道がどんどん開削され、道が伸びていって現在に至るということでございます。12号線に関してはまた別の機会に動画にしようと思います。そして南側です。南側、ここからが36号線なんですけれども、もともとは札幌本土といいまして、もともとは南側に北海道の街の開発が偏っていたということで、中心部にも道を作って開発していこうということでできた道が札幌本土で、それが原型で現在に至ります。道もね、どんどん伸びてきているんですけれども、それ36号線に関してもまた別な機会に動画にしようと思います。北一条宮の沢通りの起点部分にはこのような記念碑があります。北一条の歩行空間があるんですけれども、ここにも面白い展示物があるので少しだけ寄ってみることにしました。地下歩道には札幌市のご覧のような資料が、ね、展示されています。おそらく札幌公文書にあるやつと同じかなと思って見ております。これ36号線かな。さあ、これから北一条宮の沢通りの歴史を巡るぞと思った一歩歩いたところに歴史資料館があるのでね、なかなか進めませんでした。右側にグランドホテル、そして正面に中央警察署です。この中央警察署の建物の形も面白いですし、ラーメンの丼のような模様も近くで見ると入っていることが確認できます。グランドホテルでございます。さすが1934年創業の貫禄がありますね。こういうタイル部分とかもかっこいい。この建物は元北海道立文書館です。文書館って読むところでした。現在は北家老というお菓子の会社が入っております。文書館の別館だったということなんですけれども、本館は道庁にあります。北一条西7丁目あたりに立っております。見ていただきたいのが道幅なんですね。向こう側狭いんですけれども、手前側、道庁側に進むにつれ道がだんだん広くなってきます。山田電機の前は西8丁目なんですが、西7丁目方向に進むに従って道がどんどん広くなってきます。自転車のね、この青いラインもだんだん広がってくるのが分かります。この建物が旧厚生年金会館です。末期はニトリ文化ホールとして使用されていました。大昔に世紀末のコンサートを見に行ったのを覚えております。北一条西14丁目あたりでございます。この北一条通りというのはテレビ局が多いですね。 STV、NHK、UHB ですね。そしてこのように昔ながらのデザインの交番も存在いたします。そしてこの建物が知事公館なんですけれども、外からね、どんな雰囲気かは見ることができました。北海道知事が住んでいるところですよね。今の北海道知事もここにいるんですかね。この洋館、なんか蝋人形の館に出てきそうな雰囲気の洋館でございます。
北一条通りよりちょっと北側に行きましたが、札幌管区気象台もこの辺りにあります。札幌管区気象台っていうのは、昔ねスマホとかパソコンがなかった時に177って押すと天気を教えてくれるというね、そういうサービスを行っておりました。札幌管区気象台ですってねなってましたよね。北一条西18か19ぐらいだと思うんですけれども、正面に鳥居が見えてきました。この辺の航空写真もちょっと見てみたいですよね。これは1960年代の北一条西20丁目付近の様子です。昔は、さらに昔は北一条通り西20丁目で行き止まりだったそうです。なので大通り方向から琴仁に行きたい、そういう場合は北五条通りか南一条通りを通って行かなければいけない、そういうことだそうです。これは同じ場所です。1970年代の様子です。雰囲気的には今と変わらないですね。北一条西24丁目あたりです。東高ストアがあるところの交差点に立っております。ものすごい交通量ですけれども、先ほど言いました。西20丁目で行き止まりだったってことですよね。そのまま行き止まりじゃなくてよかったですね。そして鳥居が見えるので近寄ってみましょう。ここからが2日目でございます。言わなければわかんないぐらい自然ですよね。この鳥居は1895年に札幌軟石でもともとは作られたんですが、作り変えられて金属で現在はできております。確か2代目か3代目だったはずです。ここでねじっくり鳥居を見てたら、おじさんに声をかけられまして、何を観察してるんだいって感じだったんで、この鳥居は1895年にできて作り変えられてみたいな話をすると、非常に関心深く私の話を聞いていました。どうやらそのおじさん1年ぐらい前にこの辺に引っ越してきて、なんでこんなところに鳥居があんのかななんてね思ってたそうです。この鳥居の付近にはですね、非常に国際的なお店とか建物があります。まずは銀座園という韓国創作料理屋さんのお店です。行ったことはないんですけれどもね、雰囲気がかなり優雅です。この建物はね、昔ローソンだった記憶があります。この近くにさらにクッチーナっていうね、パスタ屋さんもあったような記憶があります。行った記憶あるんでね、間違いないです。そしてアメリカ領事館もありまして、警備が常にいます。非常にいろんな国の、ね、雰囲気があります。まあまあ厳しい勾配がありまして、北海道神宮なんですけれども、この結婚式のお問い合わせなんかが入ってますね。そして結婚式のお問い合わせの向かい側には、洋風のドレスとかを販売してんのかな、まあ、結婚式のプロデュースなんかの店舗があります。ここからはね、かなり優雅なレストランなんかがありますからね、楽しみでございます。北海道神宮を過ぎまして、右側が動物園や競技場があるところです。北一条通りというのは国道になったのが1947年です。1950年頃の宮の森一条11丁目付近でございます。広い道は北海道神宮で止まってますね。この細い道の矢印部分が私が立っているところでございます。今の写真でもわからないという方にはわかりやすく、ローソンとラーメン屋さんがあるところですね。で、さらに、このローソンとラーメン屋さんの後ろにはラジオ局がありまして、ラジオカロスと言います。昨年はお世話になりました。この建物は交番です。非常に個性がありますね。さらにこちらの建物はケンタッキー宮の森店です。先ほど1950年代の航空写真を見て、北一条通りの広い部分が北海道神宮まででしたが、この航空写真を見てください。この写真は1960年代の航空写真なんですが、オレンジの印がついているところが現在のケンタッキー宮の森店でございます。さらに注目していただきたいのが道です。このケンタッキーの部分で T 字となっていて行き止まりとなっております。同じ場所の1970年代でございます。この矢印部分がケンタッキー宮の森店なんですけれども、70年代になると北一条通りも太い道が伸びてきました。じゃあこの太い道、どこまで伸びているのか、70年代はどこで行き止まりなのか気になりますよね。
ケンタッキー宮の森店から山手方向を見ております。素敵な建物がありますが、結婚式場だったと思います。非常に勾配の激しいところですね。下ってから登って、また下って登ります。立ち位置がココス宮の森店あたりでございます。何丁目というより建物のね、名前言った方が分かりやすいかなと思います。左側に行くと盤景方向で、正面が八軒方向で、左側に進んでいくんですが北一条通りで山の手でございます。このココスも昔ね、大岡だったかな、なんか別なレストランが入っていて行った記憶があります。もう30年以上前ですけどね、大昔からここはレストランだったということは覚えております。ここは山の手ですが、ゆっくり見てみるとかなりきつい勾配だっていうことが分かりますよね。かなり勾配のきついところでございます。左側に三角山という、まあ、小さい山があるんですけども、まあ、札幌市民の登山の山として親しまれております。60年代と70年代の様子を見てみましょう。60年代の様子です。この黒いバツ印がついているところが北一条通りにぴったり合ってるはずなんですけれども、思いっきり何もない状態ですよね。そして70年代の写真でございます。こうして見ると住宅が一気に増えました。行政資料を取り扱った札幌で何があったシリーズっていうのをね、私の動画でやってるんですけれども、爆発的に札幌市の人口が増えたのが70年代なので、やっぱりね、見てよくわかりますよね。坂を下ったところにある宮の森コーヒーでございます。そして業務用の物件がありまして、ここは以前ボストンベイクの、違う、ベントスだったっけ、お弁当屋さんがあって解体されて、このようにね、雪が積もっている、そういう状態になっています。その横にはね、去年できました、中華まん残儀のホテイさんが存在します。そして向かい側には旧セブンイレブンだったはずです。確かセブンイレブンだった紺色の建物でございます。紺色じゃない。なんだ、焦げ茶かな？すごい交通量ですよね。昔の札幌市の行政というのは市民にとって何が必要かということをね、しっかりよく分かってたと思います。まあまあ厳しい勾配を自転車で登ってまいりました。登ったところにあるのが山の手博物館でございます。ここには世界中の石が、鉱石やらの金属の入ったやつからいろんな種類の石がね、展示されております。そしてね、地図もあります。こんな感じでね、バブル時代の雰囲気を感じることができます。そしてここから先なんですけれども、目の前に川がありまして、川より先が西野でございます。川より手前側が山の手です。左にね、みんな曲がってますけれども、かつてはこの幹線そのものがありませんでしたからね、60年代まではなかった道、今ではこのようにね、ものすごい交通量ですけれども、60年代、70年代後半あたりにね、この道作ってよかったですよね。この道が作られないままであれば、本当に5号線は今日も大渋滞だったことでしょう。この北一条通りがこの先ずっとなかった頃っていうのはね、もう畑だらけだったわけですが、まあ住んでいた人っていうのはね、本当に大変だったと思いますよ。以前札幌で何があったシリーズに個別沢トンネルって出てきたと思うんですけれども、個別沢トンネルの周辺に住んでいた人っていうのは街中に出るまでね、こう2時間3時間かかっていたっていうね。春山って書いてますけれども、消したけれども消えきれなかったんでしょうかね。かなり錆も進行しております。現在は職員専用の駐車場となっております。まあ、この施設自体はね、中身どうなっているのか見ることはできません。まあ、春山なのでね、ここで紳士服、今3月ですから入学とか卒業とかね、就職するから新しくスーツ買うかとかっていう人がね、スーツを買いに来た、そういう場所だったということですね。そして春山の隣にありますこの施設、まあ雰囲気的に飲食店が入っていたんだなということがわかります。なんとなくですけれどもね、居酒屋さんかな。西野三条三丁目には1980年にオープンしましたびっくりドンキー1号店西野店でございます。
1970年代の様子です。この矢印の部分が現在のびっくりドンキー西野店があるところです。まだ緑しかない状態ですね。そしてこの矢印の部分が北一条宮の沢通りなんですけれども、びっくりドンキーの部分でこの幹線の部分がね途切れています。ここから先が細い道の状態です。なので当然まだ宮岡トンネルなんかもありません。せっかくなので、北一条宮の沢通りにある素晴らしい北海道企業のびっくりドンキーを紹介いたします。先ほども言いましたが、1980年にオープンしたんですが、その時はドナルド・ダックという名前でデビューしました。しかしいろんな事情があってドナルドという名前に変えました。まあその後さらに変えて1980年にびっくりドンキーという現在の名前に変えたということでございます。びっくりドンキーのニュースで話題になっているのがこの木のメニュー表ですよね。感染症拡大でタッチパネル化してるんですけれども、この本店というか1号店ではこの木のメニューがありました。で、話を聞いたところ、この木のメニュー廃止になりますかって聞いたんですが、この店舗では廃止する予定はありませんって言ってたので、伝統のこの木製のメニューを見たいという方は西野店に行くと間違いないと思います。私の中でびっくりドンキーといえばハンバーグもあるんですけれども、このコーヒーも最高なんですよね。たまにリニューアルされております。そしてね、この西野店の窓から見る手稲山も非常に素敵です。北海道というのは明治時代にエドウィン・ダンとかクロフォードとかね、酪農とか鉄道の文化がアメリカから入ってきたわけですが、まあ北海道らしさとアメリカらしさがちゃんとこう融合したお店だなぁみたいなね、そんな雰囲気を感じました。さらにびっくりドンキー西野店の向かいに桜島という有名なラーメン屋さんがありまして、こちらは1994年オープンでございます。その横に、横というか向かい側にダイソーがあるんですけれども、このダイソーが他のダイソーと違うところは、今みたいに100円均一がたくさん出る前から確かあったと思うんですけれども、まあ、100円缶って書いてあったりとか、昔のロゴのままだったりとか、ちょっとね、懐かしさを感じるレベルのダイソーなんですよね。そしてエレベーターがありません。おしゃれな形のテントのお店でございます。昭和の建物も結構あります。この北一条宮の沢線っていうのはどれぐらいの頻度でバスがあるのか見てみましょう。清田区の美しが丘とか新栄は1時間に1本とかで、本当にもう帰るのも大変でした。さあ、あ、この辺もそうなのか。この辺もどうやら1時間に1本しかバスがないっぽいです。なおかつ19時台でバスが終わっちゃうんだ。そうなんだ、札幌市内には1時間以内あのね、1時間に1本しかバスがないところっていうのが結構あるんですね。これが上鉄バスだと15分に1本ぐらいあるんですよ。札幌駅から定山渓の間っていうのは豊滝行きとか、あとは高関山行きとか、いろんな、まあ、路線がね、同じ石山通りを通って走るわけですが、15分に1本ぐらいはあるので、そういう感覚で来ると本当に帰れなくなるんだなっていうことが分かりました。西野中央会館って書いてますが、おそらく 4,50 年ぐらい経ってるはずです。札幌市何があったシリーズで確かね紹介したはずなんですけれども、何しろ70年代からもう80年代後半までの資料を全て見たので、いつっていうのはね完璧には今すぐ出てきません。まあせっかくなのでね、見てみましょう。西野中央会館でございます。会館というのはね、いろんなところにありますけれども、この、まあ、エリアのね人たちでコミュニケーションを取ったりとか、あとは防災とかの情報交換をしたりとかね、そういう場所でございます。結構でかいですね。この辺りまでが西野で、向こう側ですね、向こう側が宮の沢でございます。この辺なんかね、もう 4,50 年前までなんか本当に畑しかなかったのでね、この交通量を50年前の人が見たらびっくりするのではないでしょうか。ワークマン西野店でございます。そしてここからが宮の沢でございます。ここ坂になってるじゃないですか。
取締り多いです。警察の速度取締り多いです。この辺りにね、警察官が伏せております。下り坂になってますからね、スピードが出やすいですから、事故になりやすいですよ。だから取り締まってますよということですね。今年はね、警察とね仲良くしますから、皆さん私と警察がね仲良くするところをねしっかり見てください。画面の右側が宮岡公園という非常に見晴らしのいい公園がありまして、正面には宮岡トンネルというトンネルがあります。このトンネル幅がすごい広いじゃないですか。これなんで幅が広いかと言いますと、この辺は本当に山がすごい多くて動物も多いんですよね。なので動物が行き来しやすいように幅がこのように広く作られております。なのでヒグマの目撃情報すごい多いです。去年もねたくさんヒグマ出たんじゃないですか。この宮岡トンネル初めて歩きます。普段はねバイクとかですけれども、まあ見てわかる通り勾配が非常にありますし、バスも1時間に1本なので歩く人っていうのはほとんどいないんじゃないですかね。札幌から小樽まで車で行く場合、この道を通るっていう人結構いると思うんですけれども、まあ50年前っていうのはこの道ありませんでしたからね、国道5号線を通って行ってたわけですから、この道本当に作ってよかったですね。仮にこの道が作られていなかったら、もう今日も大渋滞していたことでしょう。宮の沢四条三丁目あたりでございます。川がありまして、ブルーマウンテン館というカフェがあります。この辺はもう大昔から畑とかあったんじゃないですかね。川があるので水も引きやすいでしょうし、まあ、住宅なんかもあったと思います。私の立ち位置はハードオフ宮の沢店でございます。そして正面に丸亀製麺といううどん屋さんがありまして、もう北一条宮の沢線の最終地点ということになります。国道5号線とここの交差点で合流いたします。非常に長かったですね。北海道の道路をすべて歩くっていう風に計画すれば、この YouTube ももう全然5年10年できるんじゃないかなと思いました。でここが起点ですよという、北一条宮の沢通りと書いてあります。そして右から左に走っているのが国道5号線でございます。そんな感じで今回は北一条宮の沢通りお楽しみいただけましたでしょうか。この動画は1本の動画ではあるんですが、3日間に分けて歩きました。北一条西4丁目の起点から北海道神宮まで、北海道神宮から西野まで、で西野から宮の沢、3日間に分けて歩きましたが、2日目の山の手の坂の多いところ、そこだけねズルしました。自転車使えました。以上です。そんな感じでありがとうございました。